ちゃ緊張してる感じなのに殴るときは緊張してないって聞いてる。ない。ああ緊張してます。うん。してるらしいです。はい、ちゃんと。お酒で。でも緊張してるでしょ。はい。いや、バクバクです。膝とか震えます。膝ブルブルで投げてます。いやでも緊張してなかったらいいダーツできないですから。はい、もちろん緊張、ちょっとした緊張があるからゾーンに入るっていうか、もう緊張してないと逆に入らないね。要するにもう集中できてない状態なんで、はい、みんな緊張しておりますよ、プロは絶対。もうあちゃんさん、あざーす、優勝おめでとうございます。可愛らしくてファンになりました。おこれファンができ、これでありがとうございます。決勝戦見ました、かっこよかったです。応援してます、これからも頑張ってください。頑張ります。いやここね1位ですからね。なんたって今段階で、ま、ちなみに僕去年ずっと言ってましたから、あの開幕戦優勝して、はい、僕1位です、はい、もうあの落ちた瞬間から言わないように。でも確かにそうですね。おーヒーボー、ありがとうございます。山崎さん、お疲れ様です。白楽での思い出も聞いてもらえよ。お、白楽、横浜のね、あ、神奈川のね、横浜の大会は友達の家に泊まらせてもらったんですけど、うん、その友達の家が白楽で、で勝った後にその白楽のお店のダーツバーさん、うん、友達がそこの知り合いで、そこに行ってお祝いいっぱいしてもらった後に、うん、ベロベロに酔っ払ってしまってコンビニでラーメン食べ、うん、みんなで食べて、でコンビニでみんなでラーメン食べて、カップラーメン買って食べて、でもう一軒のダーツバーに行ったら次の日携帯なくして、え、ちょっと待って、カップラーメンみんなで食べて、食べてもう一軒行ったの？もう一軒行った、やばい、ね、でそれは覚えてるの？もう一軒行ったの？あ、覚えてます、覚えてる、その日は覚えてるんですけど、その次の日携帯なくしてて、うん、そしたらそのカップラーメン食べたところに携帯が置いてありました。そのまま忘れ、すぐ見つけれた。いや、もう友達の家が Wi-Fi なくて、うん、で iPad を持ってきてたんですけど、うん、iPad は Wi-Fi 繋がないとそのそう、ね、追跡ができない、できないからね、追跡できなくて、うん、でも友達が仕事にバイトに行っちゃって、うん、その知らない人に道聞きながら、うん、ドトール行って Wi-Fi 繋いで、うん、検索したら意味わからないところに携帯が落ちてて、うん、でそこに行ったらそのみんなでラーメン食べたところに携帯が、あ、じゃあそのコンビニを見た時に、あ、みんなで食べたところだって思い出したわけ、ちゃんと、はい、あ、じゃあ記憶ある、ね、記憶あったのでよかったです。いや外に置いてあった、そのラーメン食った、はい、いやだから外で食ってるからね。優勝した日にやばい、ね、外でカップラーメン食べた、すごいね、優勝した日やけんね、しかもね、はい、いや本当に、いやすごい眩しいね、この白いシャツ、うん、白が眩しい、顔もすごい、ね、白いね、なんかね、二日酔いだと思います。二日酔いだん、これオールで行った日なんで、あ、そうね、朝まで仕事してね、してそのままお酒飲んで撮ったか、そのまま次の日ね。でもこれだから3位になった日やろ。あ、多分そうです、ね、そうね、3位になった日、あのダーツバーのスタッフでももちろんちゃんと優勝できるっていうことですからね。あの日本全国のダーツバーのスタッフに勇気を与えたと思うよ、多分。なんかこう一本でやんないとね優勝できないみたいな、今こう思ってるプロ多そうだから、ちゃんと仕事しながらでもできるっていう、朝までね。まあでも今回はね前日入りだったけどね、はい、うん、前日入りは難しいです、あのモチベーションの保ち方が。あ、もうその当日入りが当たり前だから、オールで行ったりとか、その当日入りとかはもうそのままのテンションで行けるんですけど、うんうん、その1日空いたその、ま、待ち時間とか大会までの時間が、休み時間が長ければ長いほどどうしていいか分からなくなる、メンタルとかのそのモチベーションとかが まで今からじゃないですか、難しいです、うん、うまい、やっぱその、はい、もちろん失敗も繰り返しながらね、